物体が低滑車と同滑車を介して1本の糸でつながってますで働く力を変えていくと B に働く重力が M0G 糸と接触してます張力 T ですねで両端同じ張力やから天井を引っ張ってますこの同滑車にも力が働いてます糸と同滑車が接触し始めてるところに上向きに T 上向きに T 2つ力が働いてまます。まあ、ここは省略しましょう。それから A の質量はラージ m だけどこれ同滑車の質量を無視しろって書いてますからもうこれ2つ合わせて質量がラージ m って考えてこの同滑車にラージ mg の重力が働いてるって考えたら見やすいかな。全体静止してますからそれぞれ力の釣り合いで意識します。まず、この同 の方ですけど上向きの力力は張力2つ TT で下向きに重力ラージ mg 次 b は上向きの力 t イコール下向きの力 mg ほんならこの丸1式よりまず張力が得られます2分のラージ mg で丸2式より m0 イコール g 分の t で t 代入してあげたら、まあ、2分のラージ m になりますよと、まあ、こんなふうに同化者使ったら 力が、ね、半分になるんですよここにぶら下がってるおもりラージ m g を直接持ち上げようと思ったらそれはラージ m g の力がいるよね。でも今回引っ張ってる力 t は2分のラージ m g でいいってことは半分でいいと。要はこれ天井と協力して持ち上げてるっていうイメージでしたよね。なので同滑車を使えばまず力が半分になると。今度の番 距離はその代わりに2倍になり倍なますよ今ここにあった同滑車が上向きに H 移動しましたこの時 B はどこまで移動しているかというとこっからここに移った時にこの部分の糸を手繰り寄せないといけないねだから B はまずこんだけ下がりますでさらにこれ2本分ですからこの部分もさらにもう1本下がらなあかん。ってことで 同滑車が H 上がったら糸は 2H 手繰り寄せないといけないですから B は 2H 下がるということになりますだから距離が2倍ね同滑車を使えば力半分距離2倍とじゃあ距離が2倍になったら速さも2倍になります高さ H 上がった時の同滑車の速さを V とするとここまで下がっている B の速さこれはですね 2V になりますでまあんでか言うたら 距離は速さ時間ですよねで今お互いが落ちる時間っていうのはそれは一緒やわで距離が2倍ですよねほんならイコールが成り立つためにはこの速さも2倍にならなだめですねしたがって B は A に対して速さ2倍ということで 2V で表すことができますよでついでにね加速度もね考えてほしいんです 加速度も同じような議論で距離が2倍になりますでこれ s=v0t+2 分の 1at の2乗の公式で初速が0だよっていう式です時間は一緒でしょうほんならやっぱ加速度だって2倍になるんですよしたがってこの運動での a の加速度を s モ a ル a とすると b の加速度は2倍の a2a と表されますよね これちょっと後で別回で別使いますじゃあ次今度風のところでねエネルギー保存考えるんですよでその時にこれ複数物体があるから失ったイコール現れたっていうのを考えるのがエッセンスのシリーズのお決まりですねなので E ではこの B が失ったエネルギーを考えるんですけどこれ失ったって言われたら前引く後なんですよでこれね変化量イコール 後を引く前とはしししっかり区別してほしいんですよこれ例えば1,000円持ってコンビニに行って何か商品買って700円になって出てきましたとほないくら失いましたかって言われたら初め持ってた1,000円から出てきた時の700円であ300円の何かおにぎりか何か買ったんですかと失ったって言われたら初め持ってた前引く後中っう計算をするようにしてくださいねこれが失ったね。 ってことで今回じめ高さが B ここだったのが、まあ、ここまでおりましたとエネルギーの基準低い方に取ってあげたら前引く後っていうのを計算するとじめ1エネルギーは mg× 高さ 2h 持ってたんだけど基準まで落ちましたから0になったってことで失ったエネルギーは 2mgh。うではエネルギー保存則作るんですけど。 非保存力の仕事がないからエネルギーが保存するっていうのは実は間違いでこれ聴力仕事してますだって糸の聴力がでかいからこの洞化者がブーンと上がったんですよねで聴力が弱いからまあ下がったと計全体で見た時に聴力の仕事は打ち消しやってるんですよ、まあ、だからエネルギー保存してるってまあ考えてください、まあ、ちょっとここはだいぶ難しい内容ではあるけどね じゃあ2つ物体がありますから失ったイコール現れたっていう立積をします失ったエネルギーは先ほど E で求めた 2mgh ねほなあと現れたのはどちらも動きましたから速さ v や 2v になったから運動エネルギーが A と同化したは1ジ m v の2乗をで B の方は2一 m かっこ 2v の2乗ですねでもう一つ a がが h 上がったから位置エネルギーが新たたに現れましたねなのでここにラージ mgh が来ておじゃあちょっとこれめんどくさいけど頑張って計算していただいたら、v、が出てくるよとじゃあここから別回の話なんですけどこれエッセンスでもどっか出てきたんですね44ページの46番で同じような問題をやってましたでさっきも言ったけども B は A に対して2倍の距離動くから加速度だって2倍なんだ これ難しく言ったら束縛条件って言います。もうなんかもうこの響きだけでうわ難しいなって感じするけど難関、まあ、大学とかの過去問にはやっぱこういう言葉が出てきますんで是非知っといてください。ただ難しく考えずにこれも束縛条件なんですよ。糸でつながってるから加速度の大きさが等しい。それが今回 A の加速度を A とすると B の加速度は2倍ですよと。でこれを踏まえて運動方程式を作ったら A の運動方程式は 質量ラージで加速度が、A、ねで、まあ、上向き正としたら張力2つ分で正の向きと逆向きの重力とそれから B の方は質量がスモールエ m で加速度が 2a ねで重力と張力、はい、ほんならこの張力消去するために丸四式を2倍して足します張力消えまして加速度がこうやって出てきますほんなら A について等加速度運動の公式 T なし公式 使って計算してあげたらまあこんなふうに V を出すことができますと。